皆さん、こんにちは。2021年、リストリクト76日本語スピーチコンテストにようこそお越しくださいました。私は本日のコンテスト委員長を務めます、内田祐樹と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、いよいよこの日がやってまいりました。出場者の皆様は、クラブコンテスト、エリアコンテスト、そしてディビジョンコンテストを勝ち上がり、 この全国大会へと進んでおられました。はじめは荒削りだったスピーチを約5ヶ月の間何度も何度も練習して、仲間からフィードバックをもらって、また修正してピカピカに磨き上げられたそのスピーチを今日ご披露されます。出場者の皆様、視聴者の皆様、そしてスタッフの皆様、今日のコンテストを最高に楽しみましょう はい内田さんどうもありがとうございます皆さんこんにちは日本語スピーチコンテスト2021年いよいよディストリクトコンテスト日本支部の決勝戦を迎えることができました皆さんワクワクしますね221クラブの皆さんがですねもう全国各つ,つ裏裏のですねクラブの皆さんがもうブラッシュアップを重ねてですね日頃のクラブの例会であったりライバーのですねスピーチを向けていろいろな技巧をですね、えー 磨きに磨き,磨き込んだ、えー、いわゆる決勝戦をですね、これから皆さんと共に見ることができます。今回はまたオンラインということの開催になりましたけれども、オンラインであってもですね、皆さん、こうやってですね、全国のお父様さんの皆さんがつながって、こういった素晴らしいですね、コンテスタントのスピーチを見ることができます。ぜひ皆さんですね、この場を思う存分と味わって、ですね、こうスピーカーの皆さんがどういうところを気にして、どういうコンテストスピーチを。 作り込んでいったのかというところも含めてですね徹底的に我々も学ばせていただければなと思っておりますコンテストの皆さん素晴らしいスピーチ大変楽しみしております本コンテストはトーストマスターズインターナショナルスピーチコンテスト規則集2020年から2021年版およびオンラインスピーチコンテストベストプラクティス オンラインスピーチコンテスト特例に基づき実施されます。コンテストに先立ち、審査委員長は規則を確認し、すべての出場者も規則説明を受けています。スピーチの時間の表示方法、スピーキングエリアにつきましても、すべての出場者に周知されています。次に、コンテストの進行についてご説明いたします。各出場者のスピーチ時間は5分から 7, 7分です。 スピーチが4分30秒未満、または7分30秒を超える場合、出場者は失格となります。各スピーチの後1分間の審査のための沈黙を設けます。また、最後の出場者のスピーチの後は、審査の集計作業が終わるまでお待ちください。万一、通信障害や災害等でコンテストを続けられないと判断した場合は、コンテスト委員長が中止または中断の宣言を行います。 その場合は今後のことをポータルサイトにてご案内します。なお、このコンテストは録画しており、写真や録画が将来的に使われる可能性がありますが、それは出場者及び役割担当者に許可を取っています。個人で撮影した写真や動画を Facebook や YouTube などに掲載したり、公に共有したりする場合は、必ず被写体の方に許可を取っていただきますようにお願いいたします。 すべての出場者の的確性および独自性の証明書を受け取り精査しすべての要件を満たしていることを確認いたしましたまた審査員刑事係集計係に必要事項を説明いたしましたそれでは橋岡審査委員長コンテストを開始してもよろしいですかはい始めてくださいありがとうございます あなたは鬼になったことがあるでしょうかと言っても、節分の鬼の話ではありません。今日は人間が鬼になるとは、どういうことなのか、皆さんと考えてみたいと思うんです。古橋、100万てくれ。いや、50万でもいい。ここを乗り切れば、 何とかなると思うんだ頼むちょっと考えさせてくれ私は一旦その場を後にしました他ならぬ柏原の頼みだからなそこに後輩が訪ねてきました浦井さん柏原さんにまさか金貸したんじゃないでしょうねあいや貸そうかなーなんて 思ったんだけどね、まだ貸してない。なんで今、みんなのところもあって、あの人はもうやばいから、金貸さないようにって言って回ってるところなんです。なんだって、お前、それ冷たくないか、フラッシュさん。俺たちに借金を頼むということは、あの人は金融機関ではもう金は借りられない。遅かれ早かれ破綻です。その時俺たちから金借りてたらどうしますかこの熊本で自力で出直せますか だって俺たちに合わせる顔ないじゃないですか。よくて夜逃げる悪けりゃ。古橋さんが柏原さんのことを本当に思うなこわ<っ>こいつまさに鬼だね。でも彼は大事なことを気づかせてくれました。 それが何なのか皆さんならお分かりですよね。その時私は20年前のある出来事を思い出していました。親父が社長を務める町工場、勢いだけで俺が再建してやるなんて言って取締役に就任してみたけど、やっぱり甘くなかった。 借金6億は重いよねでもねまだなんとかなる支援してくれる商社もあるしねそんなある日その商社の佐藤という営業部長が久しぶりに訪ねてきてくれました私にとっては兄貴のような存在です佐藤さん今日は泊まってくんだよね晩飯何が食べたいですかそんなことはいいから うちはこのままじゃお宅と共倒れだいに。社長の持ってる経験、うちにちょうだい。でないと支援は打ち切るでの。どうしたんですか、佐藤さんを生かしちゃって。あまた、冗談でしょあじゃあ、当社の経営権と引き換えに、親父に十分な退職金と、それと私を借金の保証人から抜いてください。それは虫がよすぎるな。ここまで会社をダメにしたお宅らの経営責任はどうなるのですよねって。 本気で言ってるんですか経営権を渡したら俺たちは借金を抱えたまま追い出されるに決まってるしかし支援を打ち切られたら社員を路頭に迷わせることになるどうしたらいいんだ数日後佐藤部長がまた訪ねてきました 経験を渡すのか渡さないのか、はっきりしてもらおうかこの人、俺が子供の頃からあんなに可愛がってくれたのに。そうか。人間が鬼になるとは、こういうことか。しかし私はこの時、人間が鬼になるということの本当の意味をわかっていませんでした。 分かりました経営権はお譲りしますよく決断してくれたねトる君え聞いてくれるかなうちは社長に十分な退職金を用意するあなたも借金の保証人から抜いてもらうどういうことですかあれほど虫のいい話だって実は初めからそうするつもりだったんだでも 交換条件にはしたくなかったあなた方経営陣が責任を認めて誠意を見せてくれただから俺たちも誠意で落ちたそれだけなんだよありがとうございます あの金を貸すなと言った後輩と佐藤部長は教えてくれました。人を窮地から救うとはどういうことなのか。手助けは単なる一時しのに、本人が自らの責任と決断で一歩を踏み出すことが大事なんだと。そのために彼らは鬼になった。そう、鬼の胸中は 相手を思う心でで満ち溢れていたんです私は思うんです。この世には鬼が必要なんじゃないかって。心を鬼にして相手のために行動する。 親として、家族として、上司として、同僚として、先輩として、友人として、鬼になる勇気を持ちませんか 冷たいと言われたっていいじゃないですか。嫌われたっていいじゃないですか。だってそれはあなたの大切な人のためなんですから。近藤店長。 人間の本質は善でしょうか悪でしょうか今日は皆さんにその答えを探していただきたいと思います今から15年ほど前のことです私は警察官をしておりました警察官として会う人間会う人間悪い奴つらばかり人間の本質は悪だなそのように 思いになりましたそしてそういった目で世の中を見渡すと、この世の中は悪意に満ち溢れていたんです。詩人や友人、親族からも悪意の黒い影がにじみ出ていました。そんなすさみきった生活をしていたある日のこと、私は留置所勤務を命じられたんです。留置所に行くと、ベテラン社員、オリンテーションがありました。 さん留置場勤務っていうのはね非常にシンプルです決められたことを決められた通りにするだけですでもね一つでもルールをやってしまうと中に入ってる留置人がそれにつけ込んできてお前みたいな豚野郎骨の髄までしゃぶりつくされるぞ気をつけてくださいね私が怯えながら留置場の中に入るとそこには リュウジ一ンという名の狼の群れ。私のような新米小ブちゃんのことを食ってやろうと狙っています。その中にボスがいました。名前を仮にハブとしましょう。この男、年齢は60ちょっと。見た目は坊主頭に細い目。いつもにやけていてお腹はぽっこりそう、内田はマイナスメガネ。 こんな見た目の男だって変かかわらず人生の大半を檻の中で暮らしているのが極悪人でしたこいつがまた私に絡んでくるんです例えば私が明け方に見回りをしている中母ちゃんの誕生日だったの忘れちまっててさ今から手紙書きていいから紙と鉛筆貸してくんねえかな 決められた時間以外は禁止されていますそれにハ生に家族はいないんです断りましたああ朝になったらあんたの上司に苦情を得らんなとまあ手を変え品を変え私のことをはめようとしてくるんです本当に悪いやつでした二週間が過ぎ私は遅番から早番に変わったんです 就寝時間になり、私は電気を消しました。ああ、今日はよく眠れそうだね。またハブです。就寝時間だ。黙って早く寝ろ。いやあ、んたに感謝しないとな。今日は電気が消えて真っ暗だから、朝までよく眠れそうだ。私は心配になり、マニュアルを見返しました。 するとそこには就寝時間は電気は消してはいけないついに私はルールを破ってしまったしかもそれをよりにもよってあのハブに指摘されたんです私は恐ろしくなりましたその夜は髪も取れず朝を迎えましたハブは何も言わないんです次の日もその次の日もハブは何も言わないんです 二週間を過ぎると、ハブは拘置所にそうなることになりました。私がごを命釣られました。ついに来てしまったから。ついににられるのかと私は怯えながら、ハブの両手に手錠をかけ、マイクロバスのような大きな護送車の後ろに二人で座りました。 今日ね、あんたのの最後だ、ね、暇つぶしに俺の話でも聞いてくれよ。ハブは沈黙を破り自分の話を始めたんです。ハブの父親は飲んだくれで家に帰れば暴力を振るそんな生活に嫌気がさした母親は蒸発家にただ一人残されたハブは誰からも愛を受けず当然のように不良グループの一員となりそれから檻の中を出たり入ったり。 でもさ、俺ガキんだよねこんなんだからもう何十年待ってねえんだけどさでさあんた見た時んだか他人みたいに思えなくてなんか助けでやんなくちゃってさ電気消しちまった時マジいなと思ったよでもなんだかあれからあんたよそよそしくなっちまって人助けなんて柄にでもねえことするもんじゃねえな 羽生さんは私のことをはめようとしていたんではなく見ず知らずの私に自分の息子の面影をし人知れず助けてくれていたんです私はどう対応していいか分かりませんでしたおっ着いたなじゃああんたも元気でなそう笑いながらさせたる羽生さんの姿は 前科数十般のご確認ではなく、息子のことを心配する一人の良き父親のように見えました。羽生さんがその人生をかけて私に教えてくれたこと、それは人間はいつも人を助けたいと願っている、その本質は善だということです。それを学んでから私はもう一度世の中を見てみると、そこは影ではなく、光で輝いていて、 そして善意で満ち溢れていました私は羽生さんに何の感謝もできなかったかもしれないでも羽生さんが教えてくれたこと人間の本質は善だということそれを一人でも多くの方々に伝えることが私が羽生さんにできる恩返しになるそう思って私は今ここで皆さんの前で話をしています さあ、もう一度最初の質問に戻りますよ。人間の本質は善でしょうか悪でしょうかその答えはコンテン委員長私は去年人生最大の選択をしました13年間勤めた会社を 辞めたんです正社員辞めるなんてもったいないもちろん私も辞めたくはありませんでしたでも諦めざるを得なかったんですでも皆さん諦めは悪いことばかりでしょうか私にはいいこともありましたまず何と言ってもこのネタでスピーチが一本作れたことです そして、この諦めを新しい挑戦へつなげられたことです。これによって私は会社を辞めてよかったと思えるようになりました。私には3人の子供がいます。やんちゃで可愛い男子3人です。2年前、 私は仕事と育児をちょっと頑張りすぎてしまい体調を崩して休職しました。でも会社を辞めるなんて全く考えてもいませんでした。そんな時当時小学校2年生だった長男が「もう学校行きたくない! <laughs>」。私は毎朝 キャベツを用意して長男の手を引き、なんとか学校まで連れて行きました。長男は飼育小屋にいる。うさぎが大好きだったからです。でも餌をやり終わると。教室行きたくない。じゃあさあ。次は給食室見に行かへん。いいよ。でも教室には行かない。 こうして3時間目のチャイムが鳴り始める頃諦めて家に連れて帰るそんな日が続きました。はああ今日もあかんかった。なんで他の子は学校行けんのにうちの子だけ学校行かれへんねやろう。こうやって落ち込む日もたくさんありました。でも私はなんとか頑張ろうとしました。長男が学校に行けば自分も復職できる。 そう思っていたからです長男が登校拒否を始めて1年後今度はなんと小学校に入学したばかりの次男までもが「学校行きたくない!」。 私は毎朝2人の手を引っ張って何とか学校まで連れて行き、証拠口でうずくまったまま動かないお兄ちゃんを放置して教室から飛び出した弟を追いかける、そんな日が続きました。私のストレスは日に日に増していき、ピークに達したある日あもうこんな毎日は耐えられん、もう無理やり学校なんか連れて行きたくない そしたらふっと心が軽くなったんです。それと同時にある疑問が。あれうちは何で子供らを学校に行かせたかったんやったっけそうや学校に行かせな自分が復職できへんからや。復職すんのにほんまに学校は必要かないやいや安心できる場所があればそれでええんちゃん。こうして。 長男はフリースクール次男は自宅で過ごすようになりました一年半かけてやっと子供たちに笑顔が戻りました自分のやりたいことに立ち戻るこれによって私は別の選択肢を見つけることができたんですそして復職期限が迫ってきた頃私は会社に復職希望を出しました 会社も在宅勤務が増えてきていたので在宅なら次男を家で見ながら仕事ができるそう思ったからですところが会社の面談で言われたことは週5回通勤勤務ができることを証明しなさいえー、復職はしたいでも小2の次男を毎日1人で留守番させるなんて 遠方の祖父母の手は借りられへんし毎日シッターさんなんか雇えへんあーこんな状況でも復職すんのかもしくは諦めるんかこの時ふと自分のやりたいことに立ち戻るという前回の経験を思い出したんです。 うちが今やりたいことは今の会社に復職することやろかいや違うまた働きたいってことやでも子供に無理はさせたくないそれやったら今の状況に合った働き方ができる別の仕事でもええんじゃん私にとって復職とはまた働きたいという目的に対する選択肢の一つでしかない とといいうことに気がついたんですそして新しい仕事を探し始め私はフリーランスとして働けることになりました働く時間と場所が自由になったことで前の会社に復職するよりも快適に働けるようになったんです皆さん諦めるということ 言葉にはネガティブなイメージがありませんかでも私は今回の経験を通して「諦める」という選択肢は新しい挑戦につながるヒントが詰まったプレゼントだと思いました。あなたがもしこのプレゼントを受け取ったら自分が本当にやりたいことは何かそしてそれを実現できる方法はこの世の中にはないのか。 考えてみてみくださいそうすればきっとあなたの諦めも新しい挑戦へつながっていくと思います。コンテスト委員長おはようございます。いいお天気ですね。いってらっしゃい。今日皆さんは 何人の人と挨拶をしたり言葉を交わしたりしましたかご近所の人と会話をしたことはありますか私は築33年になる分譲マンションに住んでいます。全体世帯数は127個、空き室は現在2部屋。え、よく知ってますねって。実は昨年 管理組合代表理事に選ばれたんです。あみだくぎで。結婚以来ずっとこのマンションに住んでますけど、挨拶程度の付き合いだけで親しいと呼べるご近所さんはいませんでした。管理組合を通じ仲良しが3人できました。全員80歳代です。役員になって驚いたことは、 いかに一人暮らしのご高齢の方が多いということでした親しくなったご近所さんもお一人暮らし橋本三郎さん85歳西野はじめさん84歳佐藤清子さん82歳何かあったらここに電話くださいねと携帯番号を交換しました数日後みんなでランチに行きましょうということになり私の運転で近所の 回転寿司に行きました皆さんとっても楽しそうであおいしそうマグロ西野さんハマチ決まりだよお待ちかね笑いあふれる楽しい食事会になりました毎月第2金曜は4人でランチに行くことになり生き生き老人会とグループ名もでき 私もしっかり一員になりましたそれ以降橋本さんはよくうちを訪問されるようになりました日中仕事で不在をしておられるので来られるのはいつも忙しい朝か夕方ですピンポーンあ、おはようございますえ、次回のランチのお知らせを 古谷さんね、持ってきました。ピンポーン。ああ、おはようございます。今朝の新聞のチラシに回転寿司、2割引き券が入ってました。それでですね、えー、今月のスパゲッティはね、来月にして、来月の中華を再来月、再来月の。ごめんなさい、もう出かけないといけないんです。 ピンポーンポ、はあ、そんなにね暇じゃないんですよ皆さんいないふりをしましたドアスコープから橋本さんがゆっくり遠ざかっていかれるのが見えました数分の短い会話たったそれだけなのに再三の訪問に疲れ 出会った頃の思いやりはすっかり消えていました。ピンポーン次の日も応答しませんでした。そしてその次の日もまたその次も。いつの間にかインターホンはならなくなり、スケジュール帳に生き生き老人会と書くこともなくなりました。 ある日、同じ管理組合の役員さんから901のおじいちゃん転んで救急車で運ばれたらしいですよ。あの橋本さんが病院を教えていただき訪ねてみました。広い病室にぼんやり天井を見ていた橋本さんはとても小さく見えました。が 突然の訪問を喜んでくださり、怠愛のない世間話をした後ではまた、と席を立とうとした時です。頭を下げて、こうおっしゃいました。生き生き老人会のランチは、まるで遠い日の遠足みたいに楽しかったです。どうもありがとう。 その時彼の気持ちと孤独を少し分かった気がしました。日々日常生活に追われる中、月に一度のランチは私にとってスケジュールの一つ。が橋本さんにとってはとても大切なものだったに違いありません。そしてまたこう思われたかもしれません。わには一緒にランチに行ったり、朝にはおはようと言える。 隣人が空いてる。一人じゃないんや。病室を出るとき、声をかけました。単位前に回転寿司予約しときます。2割引きで。一人暮らしのお年寄りで初めてランチの会。私、今年じゃてあげてる。 そう思う思自分がいましたが優しさのメッキは次第に剥がれてせっかく開いたお互いの心の扉を私の方から閉ざしてしまったでも橋本さんの心を知って気づいたんです生き生き老人会はお世話をする会じゃない人と人とのつながりの会なんだと美味しいですね と一緒に笑いあ楽しかったと思う気持ちを一緒に分け合うことだとそしてそれは同時に私の喜びでもあったということにコロナが収束したら西野さんのリクエストは中華橋本さん第一希望はスパゲッチ生きき老人会また忙しくなりそうです ピンポーンポさあみなさん心の扉を開いて扉の向こうには人と人とのつながりがあるつながりが待ってる一人じゃないんやコンティスト委員長ありがとうございます。 スクリーンの向こうにいる聴衆の皆さんゲストの皆さんそして笑顔の爽やかなコンテスト委員長今日は私たちのスピーチを聞いてくださりありがとうございますありがとうっていい言葉ですよね前向きになれるし笑顔になれます好きな言葉ランキングで検索しても大抵3位以内には入ってますし私も大好きな言葉です でも少し前までの私はこの言葉の持つ本当の力に気づいていませんでした。そして少しその力を軽く考えていたんです。今日はそんな私がこのありがとうの本当の力に気づいた出来事をお話しします。以前の私ってこんな風でした。小崎さん、今日の会議研修室 A で行うんですよね。そうですよ。 でもさっき違う部署の人たちが入っていきましたよ。えあ、使用後に記入するの忘れてました。すいません。すぐ部屋探してきます。はあ、じゃあ会議始めましょうか。大崎さん、B さんはまだ来てませんよ。え ?B さんあ、部屋の変更、伝えるの忘れてました。はあ、すいません。いいですよ。私探してきます。 <laughs> すいません今日もまたいっぱいやらかしちゃったどうして私はこのダメ人間なんだろう <laughs> 失敗続きの毎日で落ち込む日々、自信の持てずいつもうつうつとしていましたそんな中昨年の12月のことです母の誕生日を祝って 私たち子供3人は食事会を開きました。いつもは孫がたくさんいて賑やかなんですが、その日は子供だけで母を囲み、母と私たち4人だけ。兄弟で母を囲むのは初めてのことで、なんとなく最初はぎこちない雰囲気でした。でも、美味しい料理にお酒が進み、亡くなった父のことを魚に話は大盛り上がり。私はノンアルコールの飲み物ばかりでしたが、 気分はノリノリ楽しい時間はあっという間に過ぎていきましたそしていよいよお開きという時母がおそりとつぶやいたんですみんな母さんの子でよかったかねこんな母さんの子でよかったんかね私たちは驚いてしまいましたさっきまであんなに楽しそうに話していたのに しょんぼりとして、うつむき加減で、頼りなくつぶやく母。私たちは一斉にフォローを始めました。母さんの子でよかったに決まってるじゃないでも、母の表情は一向に晴れず、その日はそのままお開きに。帰りの車の中、娘を迎えに来ながら考えました。娘の私が言うのもおこがましいんですけど、母はいつでも人を助け、感謝され、 友達からもとっても頼りにされている人なんです。そんな母はどうしてどうすれば自信を持ってもらえるんだろう答えは出ないまま、車は我が家に到着。その時です。マム、今日もお迎えありがとう。満面の笑顔で娘の一言。その一言はもやもやした私の気持ちを一瞬で温め、溶かしてくれました。 こんな私でも必要としてくれる人がいる。人の役に立つことがあるんだ。そう思うと嬉しくて、心が満たされていきました。そして同時に、ハッとしたんです。私は母にちゃんと感謝の気持ちを伝えられていただろうか。何でもしてもらうのが当たり前になっていて、ちゃんと伝えられてなかったんじゃないか。そう思うと、いても立ってもいられなくなって、母に電話をかけました。 母さん、さっきの言葉が気になって電話したよ。どうしてあんなこと言ったのかなって。どうしてかね。なんだか自分に自信が持てなくてね。私たちみんな母さんの子でよかったって思ってるよ。母さんがいてくれる安心感があるからみんな頑張れてる。改めて言わせてね。産んでくれてありがとう。 いつも温かく見守ってくれてありがとうどっちこそありがとうね涙が出るようなわありがとう電話越しに母の笑顔が浮かびましたありがとうその言葉がこんなにも人の心を温め勇気づけるとはこの日から私は意識してありがとうを使うようにしました 嬉しかったとき、ありがたいと思ったときはもちろん、やらかしてしまったときにも、すみません、ではなく、ありがとうを使うようにしました。例えばこんなふうに。小崎さん、今日の会議、部屋取れてますかあ、忘れてました。すみ。気がついてくださってありがとうございます。今すぐ取ってきますね。研修室、え、取れました。ありがとうございました。 いえいえ、いつもお部屋の予約ありがとうございます。やらかす私は変わっていません。でも、ありがとうを務めて使うようにすると、相手からもありがとうが返ってくることが増えました。気持ちの落ち込みも軽くなり、立ち直りも早くなりました。ありがとうって感謝の言葉だというだけでなく、人を勇気づけ、 そして人との距離も縮めてくれる力がある魔法の言葉です。この力を使わない手はありません。私はこの4月、移動で職場を変わりました。でも、この人見知りな私が新しい職場でもありがとうをたくさん使っているおかげか、思いのほかコミュニケーションがスムーズに進んでいる気がします。皆さんにもぜひお勧めします。ただし、この言葉、 ただ言うだけでは力を発揮しません。意識して満面の笑顔で使ってみてください。ありがとうの力を。ごてっすね、以ありがとうございます。マチコなんでもいいからニコニコしていなさい。これは私が中学に入ったときに、 今は亡き母からもらったアドバイスです。でも、ひどいですよね。何でもいい体なんて、こんな投ぎやりなアドバイスを可愛い娘の私にするなんて、一体当時の母は何を考えていたのでしょうか私は中学入学と同時にバス通学を始めました。バス停には毎朝学生たちの長い行列ができます。 私と同じ学校の生徒は一人もいません。他校の生徒たちはすでに顔見知りのようで、私が並んだ列の前後からは明るい朝の挨拶が聞こえてきます。ただ一人、下を向いて、並んでいる私はなんだか弾き出されたような居心地の悪さを感じていました。そして、その居心地の悪さは、1ヶ月、2ヶ月と経つうちに耐え難い、 苦痛へと変わっていったのです。ある日、私は母に言いました。お母さん、毎朝バス停に並んでいる他の学校の人たちが感じが悪いから、もう明日から学校に行かないから。当時働いていた母は内心動揺したと思います。私の話を聞いてから母はこう言いました。あのね、 毎朝自分からおはようございますって言ってごらん。ニコッとしてね。そしてね、もう何でもいいから、とにかく何でもいいから、ニコニコしていなさい。わかったのそうなんです。これは何としてでも娘を学校に行かせたかった。母の苦肉の策だったのです。ところが、その時、この何でもいいからという言葉が持つ。 どうでもいい雰囲気が、私のつぼらな性格にぴったりとはまってしまいました。何でもいいからニコニコしていたら、他には何にもいいことをしていないのに、それだけで、近所のおばさんが褒めてくれました。あらい、いっつもニコニコして、あんた偉いね。今でも親しい友達は、後になってこう言いました。 あのね、当時ニコニコしていたからなんだか性格までいい人に見えちゃったこんなふうに何でもいいからニコニコしていたらそのニコニコにくっついていいことがたくさん私のもとにやってきましたやがて時は流れ私も50代になりました実は私は幼い頃からお母さんによく似ていますね と言われながら育ちましたので、母のことが大好きでした。その母が83歳で亡くなりました。悲しくも慌ただしい時が過ぎた後、私はある日、葬儀の時の写真を整理していました。そして、一枚の写真に目が止まり、漠然とします。なんとそこには、想像もしていなかったような悲劇が映り込んでいたのです。 それは、年老いた父と親戚の人たちが母の死を痛んで、ちんつの面持ちで写ってる中、なんと私だけが、微笑んでいる写真だったのです。何この写真ショックを受けた私は思わず、天国に旅立ったばかりの母を責めてしまいました。お母さん。 お母さんのこのアドバイスが気に入って、私はこれをモットーにして何十年も生きてきました。でも今回の失敗で分かりました。やっぱり何でもいいからニコニコするというのはかなり無理がありますね。おかげで今回大恥をかきました。もう今日限りでニコニコをやめます。その時私は天国からこんな母の声が聞こえてきたような気がしました。 たった一回の失敗でニコニコをやめるなんてもったいない。何でもいいからニコニコしていてちょうだい。お母さんはニコニコしている顔を見ているだけで安心するの。この母の声が聞こえてからさらに14年という歳月が流れました。 その間にはもちろん嬉しかったこと、悲しかったこと、たくさんのことがありました。落ち込んだ日々も数えきれません。でも、その落ち込みから私を救ってくれたのは、この母の何でもいいからニコニコするだったのです。ニコニコしていたら、なんだか力がいっぱい湧いてきて、落ち込みから抜け出すことができました。 今、私は改めて、家の母に向かって語りかけます。お母さん、お母さんが亡くなってから、行くたびも季節は巡り、今また初夏がやってきました。悲しいことに、お母さんの生き生きした表情、明るい声が私の記憶からどんどん遠ざかっていきます。でも、この間、いいことがあったんですよ。 朝、顔を洗った後、鏡の前でニコッとしてみました。すると、鏡に映った私の顔の中に、お母さん、お母さんの面影を見つけました。このほうれい線、このシミの位置まで、晩年のお母さんにそっくりでした。はぁ、あ、こんなとこまで似たくなかった。 でも、お母さん、なんだか本当に再会できたみたいで嬉しかった。やっぱり、何でもいいからニコニコしていたら、いいことって起こるんですね。残りの人生も、これをモットーにして暮らしていきますね。あ、でも、お母さん、心配しないで。時と場所と場合には、 くれくれも気をつけますからコンテスト委員長ありがとうございます昨年は今更言うまでもなく大変な年でした誰もが初めて経験することばかりで 僕たちを取り巻く環境も一変してしまいました。密を避けてください。直接触らないでください。ソーシャルディスタンスをとってください。さあ、皆さん、旅に行きましょう。旅に行かないでください。さあ、皆さん、食べに行きましょう。食べに行かないでください。いや、<laughs> どっちなんだ 離れて暮らす家族との関係も変えてしまいました。僕の友達が実家に電話をしたときの話です。あ母さん、今度の正月は久しぶりに帰るわ。え本当ああ、うんうん。うん。うまあいいんじゃない帰ってこんでも。そんな微妙な返事をされたそうです。大切な家族だから。 1>, 1年に1回ぐらいは会いに行こうしかし大切な家族だから今年は会うのを我慢しようそんな風潮になってしまいました僕にも実家に84歳の父がいます父を見ていると一年一年大きいです会うたび会うたびに年を取ったことが目に見えてわかりますあれ少し また背が縮んだんじゃないかなとかあれ少し歩きづらそうにしてるなとか何を言われても動じない頑固おやじでしたが頑固さが増したんじゃないかと思ったら「お父さんちょっとお父さん!」なんか言うたか 耳が遠くなったとか毎年父とは年に数回会うようにしてきましたしかし父は肺を患ったことがあります今も薬を使っていますちょっと会うのはためらわれる状況ですどうしようか迷いましたでも僕は決めました今年の時間は、 今年しかないからです年末父に電話しました今度の正月日帰り温泉でも行かへんか温泉で温まって飯食ってビール飲んでゆっくりしてこよ父はとても喜びましたおそりゃええなこうして僕たち家族は1月3日車で 東温泉に行くことにになりました温泉に入り僕は父にこう話しかけました親父背中流してやろうか父は一瞬驚きましたがニコッと微笑むと僕に背中を向けましたこの時が初めてだったんです父の背中を流したのは 少し背が縮んで小さくなってしまったはずなのに父の背中は広かったたくさんのものを背負ってたくさんのものを運んできた背中そう思って感謝を込めて背中を流しました他にかゆいところはございませんか <laughs> おいお前はえ <laughs> あじゃあお願いしようかな父に背中を流してもらいながら僕の背中は父にはどのように見えてるんだろうか僕の背中はどれだけのものを背負えるだろうかなんて考えてました何とも言えない幸せな時間でしたその後のく、うんうんうん、ー ビールのうまかったことあご安心くださいハンドルキーパーは妻がしてくれました今の世の中では僕のしたことは褒められたことではないかもしれませんスマホのビデオ通話とかもっと他の方法が推奨されるのかもしれませんでも僕にはビデオ通話なんて選択肢ありえませんでした 父は、僕の父は何度説明してもビデオ通話のやり方がわからなかったんですそれにビデオ通話では背中を流すことはできません It's now or never という英語があります 今しかない。今こそチャンスだよ。そんなような意味ですよね。でもこれ僕には、Now or Never。今か、二度とないか、この選択を突きつけられているように聞こえるんです。人は何かしてしまったことよりもしなかったことに対して大きな後悔を感じるそうです。僕は、 しなかったことに対して。後悔したくありませんでした。あなたにも。しなかったことに対して。後悔してほしくありません。もちろん。判断が難しいこともあると思います。だって今無理じゃん。そう思うかもしれません。でも。あ、なんであの時こうしなかったんだろう。っていうことのないように考えてみてほしいんです。 もし何か迷っていることがあるならそれは本当にしなくていいのかそれをしなかったら後悔しないかどうかそれをするのは今か二度とないか Now or neverNow or n e コンテスト委員長。メールしてみよっかな。念のため。念のため日本語では、念という言葉よく使いますよね。念には念を、念を込めて、念ずれば通じる怨念執念。念って何 年とは人の気持ち、心のことです。こんにちは皆さん。2021年もあっという間に5ヶ月が過ぎ落としていますが、皆さんはどんな年の始まりを迎えましたかもう古すぎでしょうか年の始まりといえば、私はまだ年賀状100枚以上出しています。でも年に数枚は返事がないままの年賀状があります。 そんな時は、次の年は、パス。そして、元旦、えそうなんです。出さなかった友人から、また、年賀状が届いたりします。私はすぐに返事は出します。ですが、すれ違いになってしまいます。そこで決めました。出した年賀状、返事がなければ、メールしてみようって。3人いました。お元気ですか 今年は年賀状いただかなかったけれど、年賀状をやめちゃう人も多いからそうかなって思いながら気になったのでメールしてみます。念のため。すぐに三人とも連絡がありました。一人目、元旦すぎて宛先不明で戻ってきてしまったそうです。私直さなくてごめんねって。二人目、いました。年賀状をやめちゃったそうです。前もって幸せなくてごめんねって。 三人目、墓中だったそうです。墓中はがきを出してしまうと、誰からも年賀状がもらえなくて寂しいから送らなかったけれど、ずっと気になっていたの。ごめんなさい。と書かれていました。その彼女のメールを読んで、最後にドキッてしました。そこには、気にかけてくれてありがとう。心配してくれてありがとう。メール、とっても嬉しかったです。 違うんです。あの気になったから、心配になったからって言って出したメール。あれは単に私の気持ち、心をすっきりさせたかっただけなんです。でも、彼女たちも気になっていたようで、ごめんなさい、ありがとうって言ってくれました。彼女たちのためのメールにもなったようです。思い切って聞いてよかったです。ちょっとすっきりしました。 私が出した年賀状に返事が来ないことにこだわってるのには後悔していることがあるからなんです。小学校5、6年生の時に同級生だった S 君かっこよくて大好きでした。クラスメートもとっても仲が良くて担任の先生と日曜日にみんなでハイキングにも行きました。卒業後はクラスメートとは連絡取っていませんでしたが担任の先生とはずっと年賀状を続けていました。 先生からの年賀状にはいつも、同窓会やりたいですねって書かれていました。私も、いつかいつか先生がお元気なうちに、あのエスクに連絡を取って同窓会やりたいってずーっと思っていました。先生は、今でもお元気です。あの頃、新米教師だった先生、今、大学の先生です。それなのに、連絡を取ろうと思っていた。 会いたかったエスク。すでに、この世を去ってしまっていたことを知りました。私がエスクに連絡を取る前に。大学卒業後、一流企業に就職。家では二人のお子さんのお父さん。仕事もバリバリできたようで、40代で重役、会社の社長さんにも会っていたようです。理由はわかりません。 ただ、ご両親が一人で全てを抱え込んでしまっていたようだと話されていたそうです。私がエス君に連絡を取っていたからといって、彼の気持ちが変わったとは、彼の運命が変わったとは思っていません。ただ、 連絡を取ろうと思えば取れたのに何もしていなかったことを後悔しています。そしてもし同窓会を開いていたら何か悩みを抱えた S ス君が大好きだった先生と再会していたら彼の気持ちが何か変わったのではそんなことも思ってしまいます。人生後悔することが多いですよね。わかってるんです。 後悔しても何も変わらないということ。どんなに頑張っても誰にも過去を変えることはできないんです。変えることができるのは未来とそして自分の気持ちだけなんです。だから同じようなことで後悔したくないので、出した年賀状、返事がなければこだわります。出したメール、返信なければ気になります。気にします。 皆さんは気になりませんか出したメール、やっと返信来たって思ったら、そっけない元気ない。何か悪いことでも言ってしまったんだろうか気になっても気になっても心配しても心配してもどんなに念じてみても通じません。聞いてみなければ、話してみなければ、気持ちは伝わりません。もし、 あなたにそんな人がいれば、ずっと気にはなっているのにそのままにしていることがあれば、確かめてみませんか声かけてみませんかなんだそんなことだったのってなるかもしれませんが、誰かの心を救うことになるかもしれません。こんな世の中です。先が見えない時間が長く長く、 続きすぎています。もし今、あなたに何かできることがあれば、やってみませんか後悔する前に、確かめてみませんか声かけてみませんかあなたのために、誰かのために、念のため、 コンテスト委員長ありがとうございます話すことは点点点皆さんならどう続けますか話すことは難しい怖いミーティングの時だけ様々でしょう ただ話すことが最近難しくなりました言葉狩りが流行っているからですちょっとした発言を自慢だ差別だと騒ぎ立てます発言の一部を切り取ってボコボコにするなんてこともそういった報道を見ると 話すのが怖くなり、話したいスイッチがカチッとオフになります。私が話すのが怖いと思ったのは、だいぶ昔の話。皆さん、20年前とか15年前とか思ってませんいいえ、いいえ、いいえ。 45年も前の話です小学校2年生7歳の私体が弱く1年の半分の近くを入院していました時は今日ぐらいですねゴールデンウィーク明けの5月病院からクラスに戻ってくると ちょっとだけよ、ドカンゲラゲラと盛り上がっています。私は、京都。多分ん、ね、平成の生まれの皆さんも京都でしょう。ちょっとだけは当時の人気番組、8時だよ、全員集合のギャグでした。ねえねえ、ちょっとだけよって何 えっ、ー、ピーク知らないのどかんゲラゲラン私は病院は八時に電気が消えるしテレビ見ないし知らないよそんなこと仲間外れた。聞いても答えてくれない。なんか話すのが怖い。ああ。というような 気持ちになっていました退院後も病院通いは続きます病院行きのバスを待っているとあれ、てっぺくん、どこ行くのうん、ちょっと冒険。話すのが怖い私は会話を断りました。ああ、バスでも見つかるのか、歩いて。 遠回りして見つからないように行くか俺ててくんここに住んでないのに何してんのえっと遊びに来ただけ歩いてみても見つかります嘘をつきました嘘をつくとつらい話すのがますます苦しくなりました 皆さん、話すのが苦しいって思ったことないですかそうそう、その気持ち、その10倍ぐらいの気持ちでした。そんな気持ちで毎日を過ごしていると、ある日、病院のロビーでクラスの人気者、ひでちゃんに出会います。 あれてっぺーくんお見舞いに来たのえー、っと池田てっぺーさん池田てっぺーさんと遠くから会計の声言葉に窮している僕と辞書のような厚さのカルテをひでちゃんは一瞥するとじゃあね と何その場を去りましたああ見つかった明日も仲間外れだと絶望的な気持ち皆さんもなんか絶望的な苦しいって気持ちになったことありますよねその気持ちのまま翌日を迎えましたクラスに行くと ちょっとだけよ。ドカンゲラゲラと盛り上がっています。私は、すると遠くからヒデちゃんがじっと見ています。ねえねえ、てっぺくん、このね、ちょっとだけってすごい面白いんだよ。8時だの全員集合って番組でね、勉強忙しいから知らないよね。教えてあげる。と、なんと。 みんなの輪に入る助け舟を出してくれましたそれからというもの何かわからないことがあるとねえねえひでちゃんそれってさてっぺくんちょっとだけよドカかんギラギラといつの間にか話しやすい雰囲気が作られましたひでちゃんの声かけで 話すのが怖いから聞いてもいい話すことは楽しいと思うようになりましたとても嬉しかったことを覚えています皆さん嬉しいことってありますよねそうそうその嬉しさの10倍ぐらいの気持ちって考えてくださいいや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 嬉しさ 1> 1万倍です今2021年言葉狩りがまだまだ流行っていますこんな今私の子どもの頃のように話すのが怖い苦しいと思い始めた大人はいっぱいいるはずですだからこそ伝えることにこだわっている皆さん何か話したいことないと 周りに一声かけて話したいスイッチをカチッとオンに話すことを点々点から話すことは嬉しさ1万倍へ皆さんの一声かけがあれば実現可能です。委員長コンテスタントの皆さん本当に素晴らしいスピーチをありがとうございました。 短い時間ですが皆さんとともに楽しいインタビューの時間を過ごしたいと思います所属クラブとお名前はあの質問の前にお答えください古橋徹さんお疲れ様ですありがとうございます、えー、所属クラブは、はいえー、中九州トストマスターズクラブ 熊本トーストマスターズクラブ、鹿児島トーストマスターズクラブ、はい、宮崎トーストマスターズクラブ、はいえー、以上入会順でございます。で、本日は宮崎トーストマスターズクラブの、えー、代表でもありました、今、日本で一番勢いのあるクラブだと、えー、認識しております。よろしくお願いします。わあすごいですね。4つですか。すごいです。ありがとうございます。 素晴らしいアイスブレーカーでしたね。一番初めのスピーカーっていつも。多分、最も緊張するんだろうと思うんですけれども、素晴らしかったです。たくさん、あ,<れ>あの、はい。たくさんお,お聞きしたいんですけれど、もまず。鬼の胸中。ということで、タイトルが素晴らしいなと思っていました。古<れ>橋さんにとって。あの、はい、今回のスピーチ、素晴らしいなと、私が、いつ、一番思ったのは。 窮地に立たされた側と助けた側と両方ともの立場を経験されているからこそすすごく深みがあるスピーチだったと思うんですねすそして、うん、自立を促すための鬼になるということだったと私はちょっと認識してるんですが一番気になるのは柏原さんです柏原さんとはあれからどのようになったんでしょうか 古橋さんが鬼となって、どのようにお声がけされたのか、ちょっとお聞かせいただけますか。まあ、声がけっていうよりも、まあ、みんなで金貸すのやめて、で、まあ、実際ね、柏原って仮名ですからね、言っておけばね。分かってると思いますけどね。でね、えー、っと、まあ、彼は、まあ、破産はしましたけど、 あの立派にやり直しました。で、その話もね、スピーチの中に盛り込むバージョンがあったんですけど、うん、ちょっと弾け飛んでしまいました。あのできればそこも説明したかったけど、まあ、気になりますよね。まあ、そういうことであります。はいもし短くてよかったら、そこのところをちょっとだけお話ししていただくことはできますが、いかがですかいえ、まあ。 そうね。いや、元気そうにしてますよ。<laughs> そんな感じ。男同士ってこんな感じですよね。いや、元気そうにしてますんで、あの、いいんじゃないですか。あ、最近見てないね。大丈夫かな。<laughs> <laughs> それでね、裏話しますとね、なんで柏原なんていう名前にしちゃったのかなっていうね。あのね、友人にいない名前をつけるわけですよね、柏原って。はい。言いにくいってことに後で気づいたんですよ。<laughs> ところがね、<laughs> もう今更変えられないんですよ、もう口にこうついちゃってるからもう。うんうん、で、忘れて本番で、初め林って言ったのに、途中で柏原に変わったら悲惨なことになるじゃないですか。そうですね、うん。バラバラ事件になっちゃうから、で、それでまあ我慢して、柏原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 、一生懸命練習しましたという裏話があります。ありがとうございます。 あのですはいわ、はい、かりましたバッチリあの柏原さん何度も連呼されてましたがスムーズでしたあり,ありがとうございました福橋さん内田秀明さん人間の本質についてお話ししていただきましたえ内田さん所属クラブを教えてくださいはい、えー、所属クラブは SET トーストマスターズといいまして、うん、AIG の中のコーポレートクラブになりますあ、なるほどコーポレートクラブなんですねわかりました、うん あの私内田さんと羽生さんとの,あのやり取りがとても素晴らしかったなと思って感動して聞いてたんですけど特に内田さんの感情の機微が素晴らしかったなということとスピーチの初めの「悪であるから善である人はいつも人を助けたい」というところにとても感動しましたありがとうございますもし今日のスピーチを ハブさんが聞いてくれていたとしたらどんなふうに思われたと思われますか多分あの頭かけながら何言ってんだよそんなつもりじゃねえよって言うと思います <laughs>、まあ、いないと思いますからねもう。はい、う年も年ですしそうですかで反対に内田さんが今スピーチを終えた後で多分ギフトとしていろいろなことをもらったと思うんですけれども <laughs> ハブさんに一番お伝えしたいことは何ですか あなたもいいことをしたるんですよと、うん、ありがとうございますということは本当に伝えたいなと思っていますありがとうございます手奈直さん諦めからのプレゼントについてお聞きしたいと思いますまず手芝さん所属クラブ名をお願いいたしますはい所属は小杉の森トーストマスターズクラブですはいありがとうございます手芝さんはニコニコしながら お仕事と子育てをすごく必死にされているっていうところがですねすごいあの体の動きであったり声の出し方ですごく浮かびました。でのの捉え方によって気づきが高まってそして行動変容に起こが起こるというのがすごくわかりやすかったなぁと思ってるんですけれども。と 一回嫌だと思ってご自分で気がいいて立ち戻られたじゃなでですかでもきっと手柴さんは毎日忙しかったと思うんですね。でこの忙しい日々の中でどうやって立ち止まってそしてまた気づきを高めて違う選択をしていくのかっていうのは多分視聴者の方も ね、似たことがきっとあると思うんですけれども何かヒントになるようなことがあれば教えていただけますかどう立ち,も立ち戻るためには何をしたらいいと思われますかそうですねあの一度目のに立ち戻れた時っていうのはやはりあの何ですかねこう体力的な限界を感じてしまったっていうところがありますでもやはり多分えっ、ー、と こう頑張る方が楽だったりっていうこともあると思うので多分今までそれで生きてきてしまったけれどもそのやっぱりある限界を自分の中で認められたことでそこでふっと立ち戻れたっていうのがありましたでもそれが一度自分の中で気づければその後は2回目は自分で そこに意識を持っていくことができるので、はい。まずは何かあの自分の限界とかを少しこうイメージして考えてみるというのが一つの手かなと思いました。なるほど、一旦自分に戻ってね。嫌だって言ったこともね。<laughs> ご自分のことでしたものね。素晴らしいなと思います。ありがとうございます。神崎久恵さんありがとうの力はい、大崎さん、<laughs> 所属クラブ名をお願いいたします。 はい、えー、広島県にあります、えー、クレセントランチトーストマスターズクラブともみじトーストマスターズクラブに入会していますはい、ありがとうございますありがとうって身近な言葉ですけれどもこんなに深く深掘りしたことってすごいなと思ってあのー、関心をして聞いていました素晴らしいスピーチだったと思います穂崎さんは特に私すごいなと思ったのが お母様のことがあった後に娘さんが言っ,た言ってくれたありがとうですぐに気づかれてそして行動をすぐにされたというところが素晴らしいなと思いましたありがとうなんですけれども身近な人に言うのはもちろんちょっと大切だなと思うんですけれども実はありがとうって私自身は 結構苦手な人に言うのって難しかったり意識したりするしてなかなかうまく言えなかったりするんですけれども大崎さんもしよかったらご経験の中でですとか何かアドバイスで結構ですので苦手だなと思う人にありがとうっていう方法何かヒントいただけますかはいあの素晴らしい質問ありがとうございます。えっと、本当にそれっててすごくく難しくてなんか ありがとうって言うと逆になんかすごく嫌な感じを与えてしまうことってあると思うんですけどでもやっぱり冷静に考えてその嫌な相手とか苦手な相手って自分のダメなとところを気づかせてくれる人が多いと思うんですなので、えっと、苦手だなっていう気持ちがある時はやっぱりなかなか言えないんで冷静にどうしてその方を自分は苦手だって思ってるのかって考えるようにしています。 そうするとあのあ自分の嫌なところを気づかせてくれるんだなとか、えっと、自分の,あの失敗をしないためにあの事前になんかこう気づかせてくれることがあるなっていうことが分かるのでそうすると結構あのなんか自然な感じで言えるような気持ちになるのでえちょっと冷静にどうしてあの素直に言えないのかなってことを考えるようにしてみています。 ああそっかということは一旦苦手が意識があるっていうことも自分では認めた上でそこからどうしたらいいかなと考えていくことで見えてくるものがあるってことなんですね。そうですね。はい。なるほどありがとうございます。すごくためになるアドバイスだったと思います。ありがとうございました。田中マチコさん何でもいいからニコニコしていなさい。 田中さん、所属クラブ名をお願いいたします。はい。あの、千葉、千葉県千葉市にあります、千葉セントラルトーストマスターズクラブです。はい。ありがとうございます。お母様ともすごく思い出深いご縁が、すごくお母様とあるんだなと思って、こう。はい、多分、聞いている方それぞれ、お母さんのことをいろいろ思ったんじゃないかなと思う。素晴らしいスピーチだったと思います。そして、あのニコニコパワーの偉大さっていうんですか。 はい、<laughs> ニコニコしてた偉いって思ってもらったり性格いいって思ってもらえるんだっていうのは改めてすごいいパワーだなと思いましずもう今天国にいらっしゃるお母さん、はい、もし今日のスピーチをですね田中さんのスピーチ有志、はい、をきっと応援してくれてたと思うんですけど。はいはい なんててて言ってくれてたと思いますか、えー、いやあの実は私はトーストマスターに入るまではとっても内気だったんですよ。ですから母もそういう内気な娘と思い込んであの,あの世に行きましたので <laughs> び,びっくり仰天してると思います。本当に私の娘かしらと思ってると思います。わでも お母たびにお母さんの面影があったりしているので、ね、実はお母さんも分かっていたのかもしれません。はい、<laughs> そうですね <laughs> ありがとうございます。いますはい。小西光也さん、Now or Never ですね。小西さん、所属クラブを教えてください。はい。ありがとうございました。愛知県名古屋市のことノハートーストマスターズクラブ。 ですえー、宮崎とファンタジスタに負けないくらい今日本で一番勢いがあるクラブです。<laughs> これ池田さんまで行ったらみんないいそうです。<laughs> <laughs> <laughs> ありがとうございます。小西さんは柔らかなお話の仕方ですけれども言葉は素晴らしく本質的でいらっしゃいますよね。あ,ありがとうございます、うん。今年の時間は今年しかない。Now or never. このの言葉の深みが素晴らしかったなと思います特に後悔はしないということに関しては覚悟というのをすごく感じました小西さんに質問したいのはそうですね今年あと半年ちょっとあるじゃないですかはい「ネバー」にしたくないなと思うもの教えていただけますかはいやろうと思ったことはまずやろうとする あのやろうとしてもできないことってのはいくらでもあると思うんですけどそのやろうとするとっかかりすらなく結果できなかったとなると後悔してしまうと思うの、ん、でその、えー、それをこう何て言うんでしょう二度とないことにしないためにうん、うん、はいやろうと思ったことはまずやろうと思ってみること。 ですね、それで結果、やる日にちが決まらなかったり、こうこう条件が整わなかったら、それはそれで仕方ないことなんですけども、そうやろうとすらしなかったら、本当にネバーになってしまうかもしれないなと思いますので、そういうことのないようにしたいと思いますなるほど、深いですね、まず思うこと、ね、シンプルですけど、はい、本当にそこですよね。あありりががととううごござざいいまますした 宮本まどかさんをお迎えしたいと思います念のため宮本さん所属クラブをお願いいたします、はいえー、神奈川県の三浦半島にあります横須賀市、えー、横須賀三笠トーストマスターズクラブから参りました、えー、横須賀米軍基地内で58年前に作られたクラブなので日本で2番目に歴史があるクラブになっていますすごい長いですね わそんな歴史あるクラブかららら代表ででで来られたんすすね素晴らしいです宮本さんは自分の気持ちを伝えることの大切さをすごく「念のため」という言葉からあの私たちにプレゼントをしてくださったんですけれども気持ちをこう伝えるのには自分でいろいろ伝え方があると思うんですけれども。 例えば年賀状とか年に1回も会わない人とかには年賀状とかメールとかはあると思うんですけれども今回の,あのスピーカーの皆さんにもちょっと共通していることかなと思うんですけれどもついつい大切な人には忘れがちなことだと思うんですけれども宮本さんはどんなふうに例えば身近なご家族の方にお気持ちを伝えるようにされてますか ありがとうございます。まず、ネットをやっていない母親にはですね、できるだけ電話をかけるようにしています。あとは、そうですね、まあちょっと離れて暮らしている家族とかには、LINE だったり、メールだったり、まあなるべくもらったらすぐ返事は返すということを心がけています。なるほど。確かに、すぐに、 あのリアクションを取るということがある意味その間どうしたのかなとか心配したりとかそういう気持ちをなるべく減らすっていう意味でもコツかもしれませんねはいありがとうございましたどうもありがとうございました池田哲平さん話すことは点々点池田さん所属クラブ名をお願いいたします、えー、東京の中野トーストマスターズクラブですはいありがとうございます 宮崎ファンタジスタことのハのクラブですぐらい。ありがとうございます。<laughs> はい、キーパーソンはひでちゃんですよね、今回。あの <laughs> 私はすごいなと思ったのが、池田さんはその45年前のことをちゃんと体現されて、今、私たち、もちろんトーストマスターズっていう、 話すことを大切にしているメンバー同士がつながっている中でなんかこう自戒をも求められてるというか単に池田さんのスピーチを聞いて楽しむだけじゃなくて君たちもその役があるんだよとすごくおっしゃってくださった最後のスピーカーとして素晴らしいお役をされたなと思ってありがたく思って拝聴しました。<や>まずですね話ですね話のが う言っていいいただけるとと嬉しいですすあ,ありがとうございます本当にそ,う思いまし,たそして話すのが怖いというところから話すのが楽しいにシフトチェンジするってすごいことだと思うんですね。特に今の時代そうかなと思って聞いてたんですがあの池田さん身近な人でですね例えば池田さんから見て話すのが楽しいじゃない方。 ちょっと怖いかなとかちょっとしんどい苦しいなと思ってらっしゃる方に日頃池田さんはどんなふうに声かけをされたりとか心がけていらっしゃることがあったら教えていただけますか実際にその仕事の中でだったりとかこう日々の中で話す。 ことが苦手な人って設定ってなかなか持たないじゃないですかうん、うん、なのでそれを持つために何をしているかというと、はい、自分が興味のない分野でいろいろ頑張ってる人の声かけがあったら参加するようにしています、うん、あ、なるほど例えば中学校高校の時の友人で、うん、刑務所から社会復帰の活動をしている方がいる いるんですけど<う>彼の話を聞きながら、まあ、まだ実際に実現してないんですが、まあ、そういう人たちの話を聞くというところに、まあ、近々行こうかなというふうには思っています。な<ー>ので <laughs> ちょっと僕自身が言ってたならーストマスターズ結構、まあ、話すのが苦手と思っている人ですけどしたいと思ってるんで <laughs> そういう方にはちょっとスピーチやってみないとか。 役割一生懸命やってみようよとか目の前のことを一生懸命頑張るというようなアドバイスはしていますあ。そうですね、まずなんか大きいことをし,しなくちゃって思いがちですけど、目の前のことを大切にしていくっていうことですよね。ありがとうございます。いや、すごい心に残りました。ありがとうございました。では、古谷寛子さん、<laughs> 扉の向こうにですが、<laughs> ひろ古谷さん。 知ってるんですけれども、はい、所属クラブを教えてくださいはい古谷ひろこです所属クラブは大阪堺トーストマスターズクラブですもちろん私も言わせてくださいね、はい、宮崎トーストマスターズクラブファンタジスタトーストマスターズクラブ琴の葉トーストマスターズクラブ中野トーストマスターズクラブと同じくらいに素晴らしいクラブですだんだんちょっとハードルが上がってきてしらなかたけど言えました <laughs> 素晴らしいですありがとうございます <laughs> あの古谷さんのスピーチは実はとても社会問題に触れてらっしゃる深いとても深いスピーチだったなと思います。これからの日本に、ね、日本の時代がそちらに行くじゃないですか人口が少なくなり年を重ねた人が増えていく中で必ずあの私たち一人一人が考えないといけないことですよね。はいはい あの生き生き会のことですごくあのいろ、ね、おばあちゃまやおじいちゃまが浮かんだんですけれども人のためって思いながらやったことが自分にとって実はすごく喜びであったりっていうのってよくありますよね。うん、スピーチななんんかかももきっととそうかなと思う思ですけれども ただちょっとあの古谷さん私は古谷さんを知っているのでちょっと難しい質問をさせてください。ね、<laughs> あの社会問題だからこそなんですけれども、はい、あの人の喜び人に何かをするっていうのは例えばあの内田さんのスピーチもすごく聞いてて思ったんですね。人のたたためにに何かをしたいって私たちあるとと思うんんでですね、うん、でもそれと同時に例えば古さんが 途中でしんどくなったっていうのはご自身自体がとても忙しい時間を過ごされているからってことなんですね。でこの自分の時間も大切にするそして人のことも大切にするこのバランスなんですけれども古谷さんはまた今後また行き着会とかきっとされるんじゃないかなと思うからこそ両方大切にするのに私たちはどのように心がけていけばいい,い,いかなって。<laughs> そうですね難しいですけど素晴らしい質問ありがとうございます。無理をしないことは大切かなと思いますじ、うん、めはやはりまあ生き生き老人会もそうですけどなんかこうあのやってあげてる感がスピーチでも申し上げましたけどあったんですね。でもやはりねそういう気持ちは続かないと思います。やってあげてるというあげてるという気持ちは必ず感謝の迎えりを見返りを,を期待してる言葉だと思うんですね。 でもそん中で、あ、一緒に自分も笑ってるやん、楽しいやんと思うことは必ず続くような気がします。あなるほど。ということはやはり自分を忘れないで自分も一緒に楽しむっていうところですね。そすねそして自分の気持ちにも素直になることかなと思います。はい。フリアさん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい。 本当はあと1時間ぐらい欲しいんですけれども <laughs> コンテスト委員長のお顔が見えましたのででは皆さん10名のコンテスタントの皆さん視聴者の皆さんもう一度大きな拍手お願いしますはいそれではコンテスト委員長内田さんにお返ししたいと思います皆様どうもありがとうございました2021年ディストリクト76

えー、ありがとうございます、えー、っとこのような大きなコンテストにちょっと声震えてますあの出場,出出場させていただきましてまた素晴らしいコンテスタントの方と肩を並べてスピーチさせていただいたことを本当に誇りに思います。ああのまあ、私1人では、まあ、多分もうここには絶対に来れてなかったんですけども、まあ、クラブのクラブの えっと宮崎ファンタジスター琴の半中野に負けない大阪堺の皆さんがいてたから私がここに入れると思ってます心からお礼申し上げますありがとうございますおめでとうございますおめでとうございます,いますこれをもちまして2021年リストリクト76日本語スピーチコンテストを終了いたします皆様ありがとうございました